取り木やります。はい、ちょっとどこから取り木していいかちょっとね見当がつかないんで2段、うん、このここだけのものとそれからこの上だけ、はい、うまくいけば2つ取れるね。そうですね、こういうちゃんと出てくるね。ここがちょっと怖いけどな、出てこなかったら取らなくてよかったかな。4月の終わりぐらいに4月のそうですね末26日に動画アップしてます、ね、前回あの取り消した2ヶ月ちょっとで僕根っこが出てきてますよね。そうなんですよ、こういうところもう白いのはこれが根っこですから突き破ってビニールを、うん、かなり早いですよね、はい、かなり強い根が出て、うん、これ置き場所どういうところだった午前中日が当たって、うん、午後影になるぐらいの場所。あ、やっぱりね置き場所やってもね根っこの早く出んとって出ないから、うちが取り消したとまだ出てないもの。そうですね、うちのもこれだけ早かったですね、うん、じゃあこれ外しましょう。はい、ちょっとビニール取りますかね。はい、売れるかわかんない、緊張の瞬間だ。根っこ、根っこが見えますね。これか、はいはいはい、この取り木かけて下で外しますから根がどんぐらい出てるか見たい。これぐらいあんまりやると切れちゃうな根っこが。ああそうなんだ、うん、で一回外しますね、はい、おもう一個ね、はい、これよく出てるわ。あ、本当ですか。うん、今わずか回転させます。あー、でもこっちからも根っこはこれ、こっちもあるわ。あー、下にね、うん、そうですね。で、これも外します。はい、こんな状態ですね。ここで切ってで、この上からはもう発根してるんですよね、切った上の方から、うん、だからここで切り離します、うん、これはこう芽が1箇所しかないからこの枝を作っていくわけですね、うん、かなり小さいものができると思います。そうですね、うん、こっちは枝はこの辺にあるからこう小さいのでこう株立ちみたいな形で作っていけばいいと思いますね、はい、これね、うん、で、あとこれはいいですよ、うん、これは足元結構、うん、足元太いけど詰めちゃう、切っちゃうかこれ、うん、詰めちゃっていいんじゃないか。この辺からねこう芽吹いてくると思うんですよ。そうですね、うん、これ取っちゃう、これ取っちゃいましょう。これいいじゃないですか、うん、3つになった。かなり太いからね模様が入ってるんだよね、これね。だけど、こんだけ竹が短いから、なんとかなると思うんですよ、ね、はいはい、足元見てみようか。これはあと、植え替えの時にちょっと粘りきちっと作ってたの言ってるんですよ。ああ、なるほど、うん、これは後の課題だな、これね、はい、で、これこのまま、うん、とりあえずこう入れます。ああ、そのまま多分ね、外せればね、外しちゃった方がいいんですけどね、これ根っこがダメになっちゃうか分かんない。水ぼけを全部取るんですよ、うん、根が結構弱いってことですか、うんうん、ね、まだ出たばっかりだからね、根っこがポキって取れちゃう可能性があるから、ほんでこのまま鉢に植え込ん で、うん、で1年ぐらい来年にもう一回植え替えするっていう形。なるほど、そうしますか。せっかく出たのはね、そうしましょうか。安全な方でどうなってるかも見たいけどな。これかなりこの枝の分かれ目の近くから根っこ出てるから、これ良くなると思いますよ、これ、相関で。こっちとこれが本体になってこっちが枝になってでしょ、うん、相関で違うのが作れると思う、これ、うん、で根っこが出てるのはこの辺だから、はいはい、上の方から、うん、かなり際で根っこが出てるから、この底の部分、これ詰めなくていいんですか。これはね、後で植え替えた時からもっと短くします。今取っちゃうか、これ、はい、詰めると
来年もう一回植え替えの時短く切り詰めちゃってです。なるほど。この真下の根っこの部分はいらないですからね。そうですよね、うん、ただこう周りから根が出てりゃいいんですから。わかりました。上下が分かんなくなったな。ここだ。こんな感じ。うん、いいじゃないですか。これね、植え詰めたらすごいちっちゃい、切っとこう。で、カットパスタ乗っとくから、はい、ちょっと長めにやっておきますかね、はい、焼け入るから、うんうん、で、下もこう下も乗っときますね。下にもこれ、ここ乗ってきます。多分ここ切り口からね、うん、枝が出てくると思いますよ、これ、はい、よし、これ仮の上ですかね、はい、で来年もう一回根っこがもっときちっと硬くなってきますから、はい、その時植え替えの時水苔外す、うん、外して植えて、これはこのまま培養ですね。ちょっと深めに入れときますね。はい。大きいのちょっと下の方に入れてますかね、はい、一応これでトルキの植え替え完了です。完了。これ植え替えのが早く終わらない。ちょっと大変だけどね。よくこう早く根っこが出たと思いますよ。そうですね、うん。もうちょっと本当は根を生やした方がいいんですか。このぐらいでもいいんじゃない。このぐらいでも大丈夫。うん、うちのね、2月の終わりぐらいのやつはちょっと早かったかわかんないけど、うん、そのやつはね、まあ、こんなに根っこ出てなかった。あ、そうですか。楓だけどね。あ、新白がまだ出てないや、4月ぐらい。なるほど。様子見てね、ちょっとしおれるようになって、こう大きい葉っぱ切っちゃった方がいいですよ。分かりました、これです。ちっちゃいミニ盆栽が3つになりましたね。もっと良くなる。そうですよ、3倍の楽しみが。これ三冠か双冠になってる。こっちはどういう感じですか。これはね、芽が1個だからちょっと難しいか分かんないけどね。あ、作り方が、うん、どうなるか。こっちはちょっと将来が分かんない。まあ、ここが太くなって、ね、ちょっと伸びてきてね、芽が太くなって、うん、足元がね、うん、太く残ってくれればって感じかな。これ取り切りも楽しみだな、これね。そうですね、これができるよね、うん、いや、先が楽しみです、うん、はい、ありがとうございました、はい。